バリナ、バンクス・ハウェル・デイビスは、アメリカ合衆国の著作家であり、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの二度目の妻として、アメリカ連合国のファーストレディになったことで、最もよく知られている。バリナは、ミッシシッピ州ナチェズで、ウィリアム・ B ・ハウェルとマーガレット・エル・ケンプ夫妻の娘として生まれた。父は、第二合衆国銀行の事務員だった。 父方の祖父、リチャード・ハウェルは、ニュージャージー州知事を数期にわたって務めたものだった。バリナはまず、ハーバード大学の卒業者で12年間家族ぐるみの友人でもあった、ジョージ・ウィンチェスター・ハンジの家庭教師について教育を受けた。その後フィラデルフィアのマダム・グリーンランドの学校に通った。1843年17歳の時に、 クリスマス休暇で故郷に帰っている間に、ジェファーソン・デイビスと出会った。デイビスは、当時36歳のヤモメであり、その勢歴が始まったところだった。デイビスは18歳も年上であり、ハウェル家が、ホイッグ等の強力な支持者であったのに対し、デイビスが民主党員だったために、バリナの母が当初は、その交際に強く反対した。バリナは熱病に浮かされるようになり、 1845年2月に、デイビスがバリナの元に訪ねてきている間に、結婚すべきと決められた。二人は、出会いから約14ヶ月後の1845年2月26日に、ナチェズのバリナの両親の家、ザ・ブライアーズで結婚した。デイビスが、アメリカ連合国を形成することを選んだ諸州の、初代にして、唯一の大統領になった時に、 バリナは連合国のファーストレディになった。1861年5月、バリナとデイビスは、アメリカ連合国の新しい首都になったリッチモンドに、転居し、南北戦争の間、そこの大統領官邸に住んだ。バリナが、ファーストレディである間に、ジムリンバーという、若い混血の少年が鞭打たれているのを救い、連合国のホワイトハウスに連れて行って住まわせた。 アメリカ連合国のホワイトハウス南北戦争がアメリカ連合国の敗北で終わるとデイビスは2年間バージニア州フエボスのモンロを取り出に収監されたデイビスは最終的に保釈で解放され裁判にかけられることもなかったが一時的にミシシッピ州の火山とその富の大半を失い合衆国市民権もなくなった1879年デイビスは ミシシッピ州メキシコ湾岸のボーボワールをサラドーシーから購入した。バリナは1889年にデイビスが死ぬまでそこに泊まった。1890年にデイビスの電気、ジェファーソン・デイビス、電気を書き始めた。しかし、その本は出版社との問題があったためにほとんど売れなかった。バリナは収入がほとんどなく健康が優れず、また、 ボーヴォワールを適切に維持していけなかったために、ニューヨーク市に出て、分泌業を営み、1891年に、ジョーゼフ・ピューリッツァーとニューヨークワールド市のために原稿を書いた。1902年10月、バリナはボーヴォワールを、南軍子参兵の息子たちの会ミシシッピ州支部に1万ドルで、売却し、そこは、南軍退役兵の施設として使われることになった。 バリナは1906年10月16日、ニューヨーク市、ホテルマジェスティックの部屋で、両側肺炎のために亡くなった。80歳だった。後には6人の子供たちのうちの1人だけが残された。リッチモンドのハリウッド墓地で、デイビスの墓の近くに埋葬されている。娘のバリナ、アン・ウィニー・デイビスは、小説家かつ、ジャーナリストとなり、南軍の娘として、広く知られた。 スイス生まれの画家アドルフォ・ミュラーウリが1895年にボーヴォワールの博物館で描いたバリナの肖像画及びやはりミュラーウリが1897年から1898年にかけて描いたビニー・デイビスの横顔像がありこれらはミュラーウリ地震によってリッチモンドの南軍博物館に寄贈された2005年8月29日 ジェファーソン・デイビス大統領図書館を収容していたボーボワールがハリケーン・カトリーナによる風と雨の襲撃をまともに受けて壊れそうになった。しかし、この建物は修復されて2008年6月3日に再公開された。大統領図書館と博物館及びその他の建物は再建中である。現代ではバリナがアメリカ連合国唯一のファーストレディであった。 リッチモンド地域では、ヘンリコ郡のバリナという地域社会が、バリナにちなんで名付けられたと、通常考えられている。しかしその名前は、その数百年前に遡り、1614年に、ジェームズ川沿いのバリナ農園タバコプランテーションに、ジョン・ロルフとポカホンタスが住んだことから来たものである。ありがとうございます。